シトロエン BX、シトロエン BX、シトラン BX は、フランスの自動車会社シトロエンが製造、販売した、ハッチバック型の乗用車。シトロエン BX、ベークスは、グッサと CX の車格の間を埋める目的で1982年秋に、パリサロンで発表された。1985年にはブレイクと呼ばれる、ステーションワゴンを追加し、1993年に、 後継車種のエグザンティアが登場するまで製造された。11年間、毎年改良を加えられた BX だが、大きく改良された1987年以降の後期型とそれ以前の前期型に大別される。外装の際は前後バンパーやフロントウィンカー、フロントフェンダーの形状変更など小規模であるが、内装は前期型と後期型でかなり異なる。 前期型では、グッサや CX、前期型と同様のボビン、回転ドラム型スピードメーターをはじめ、ウィンカー、セルフキャンセルされないアライト、ワイパー、ホーン、ハザードのスイッチ類をメータークラスターに集中配置するなど、個性の強いものを採用していたが、後期型では一部クラスタースイッチが残ったものの、メーター類が全アナログ式に、ウィンカー、セルフキャンセルされるや、 ライトなどのスイッチ類もコラムレバー型の一般的なものに変更された。前期型、後期型ともに機能的で、ロングホイールベースから足元も非常に広く、実用的なグローブボックスや各収納スペース、広大なリアのトランクなどを備え、1980年代の自動車デザインの流行であったスペース効率の追求を徹底していた。もちろん、リアシートを折りたたむことで、 トランクスペースを拡大し巨大な荷物も積むことができた。セルフレベリング機能により、荷重によるリアの沈み込みは全くない。デザインは内外装ともに、イタリアのカロッツェリア、ベルトーネ社において、ランボルギーニカウンタックやランチアストラトスなどのデザインで有名なマルチェロガンディに手がけた。ちなみに、同社在籍時におけるガンディにの最後の作品でもある。ベルトーネは、 BX を機にシトロエンと関係を深め、XM や ZX、エグザンティアでもデザインを担当した。なお、このモデルは、ZX や XM と並んで、シトロエン車最後のリアハーフスカートを履くモデルとなっている。ただし、ZX は、ハーフスカートというよりは、リアフェンダー上部が少し沈んだ式であり、正式なハーフスカートではない。特徴的な一本。 スポークステアリングも、この時期のモデルが最後となった。ボディサイズは、全長4230、全幅1660、全高1365、ホイールベース2655、単位はミリメートル。9 8 0ラムと非常に軽量化された、ボディ、日本仕様1、040kg、1110kg は、フロントボンネットや、リアハッチゲートが、 FRP 製であった。ただし、初期型や一部の最後期型ではボンネットがスチール製。エンジンは、排気量1.4リットル、1.6リットル、1.9リットルで、直列4気筒 OHC、1.9リットルの直列4気筒 DOHC のガソリンエンジン、排気量1.7リットル、1.9リットルの自然吸気 および1.7リットルの直列4気筒 OHC、ディーゼルエンジンを搭載していた。これらを、シトロエン電灯の FF 方式で駆動した。また FF だけではなく、市販用に4輪駆動モデルも存在していた。ディーゼルエンジンは、不常性であるが、ターボディーゼルエンジンは特筆すべき、高性能エンジンであった。ラジエーター部分から吸入された空気が、 ボンネット内部に付けられたヤークトを通って、外観的には、ボンネットの形状は、ガソリンエンジンのそれと全く見分けがつかなかったそのまま、エンジン上部に据えられた、空冷式インタークーラーに入る仕組みとなってり、エンジンの構成の化に一役買っていた。実際、英国において、この BX ターボディーゼルは、ディーゼルオブザイヤーに輝いてもいる。また燃費も、非常によく、 高速道路では 20kmL を U に超えることもたびたびあり、加速性も非常に良く、とても扱いやすいエンジンであった。馬力はその頃のエンジンとしては驚くことに90馬力であった。これに続くエグザンティアや XM のディーゼルはインタークーラーがないため、同じディーゼルエンジンであっても馬力が少なく、エグザンティアにおいては 1.9LHDI でありながら同じ90馬力。 また、ターボ下球時の加速ショック、高速走行時においてさえもアクセを踏むとはっきりと体感できるほどの加速ショックがあったなどはなくなっている。オリジナルの1.7リットルノンターボディーゼルは非常に馬力がなく、はっきり言ってとろく、追い越し時などにおいて大幅な我慢を強いられる、白物であった。1.9リットルノンターボエンジンは普通のエンジンとして扱うことができる、使いやすいエンジンではあった。 サスペンションはフロントがハイドロニューマチックシトロエンとしては初めてストラット式でリアがトレーリングアーム式スプリングは前後ともにハイドロニューマティック BX には世界ラリー選手権グループ B の参戦資格を得るために200台製造された 4TG というモデルが存在した外観はワイドトレッド化に伴い前後フェンダーがブリスターフェンダーとなり フロントライトの間に補助ライトが4灯を埋め込まれ、リアには大型スポイラーが装着されていた。エンジンは、プジョー504用エンジンが、ベースの排気量2.1リットルで4、気筒 OHC ターボのガソリンエンジン。それを縦置きでフロントオーバーハングに積み、4WD 方式で駆動した。当時の最先端、フルタイム 4WD、ビスカスカップリングではなく、 パートタイム 4WD であった。初期のアウィクワトロとほぼ同じである。サスペンションは前後ともにダブルウィッシュボーン式に変更されたものの、スプリングはそのままハイドロニューマティックを使った。競技用、エボリューションモデルでは回答性の向上を狙い、ラジエターとチャージクーラーは後方に移されたものの、ハイドロニューマティックはそのまま使われた。このサスペンションの耐久性は低く、 アクロポリスと揶揄される非常にハードな1986年アクロポリスラリーでは出走3台すべてが序盤すぐにリタイアしている WRC ではモンテカルロラリースウェディッシュラリーアクロポリスラリーに出場している競技での成績不振と高価格で市販車のほとんどは売れ残り廃棄された正確な台数は不明だが 減損40台程度と推測されている。シトロエン車市場 2CV に,に続く販売台数を誇り、ヨーロッパにおいてフォルクスワーゲンゴルフ2と並ぶ一大ベストセラー車となった。これはハイドロニューマティックサスペンションの信頼性が上がったことや水冷エンジン、プジョー性、ハイパワーディーゼルエンジン、プジョー性の採用などの他に使いやすく、 そして合理的な構造になっていたこともその一因と考えられる。当初は西部自動車販売が輸入していたが、1989年からはマツダが加わり、ユーノス店でも販売され、エグザンティアに世代交代するまで10年近くも輸入された。四足オートマチックやエアコン、クーラーではない、パワーステアリングが装備され、一般ドライバーにも手を出しやすい存在となったこと。 にもかかわらず、シトロエンらしさを十分に止めていたことが成功の要因となり、当時バブル景気の真っ只中であったこともあり、現在においても累計で、日本で最も多く輸入されたシトロン社であり続けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。